やっと開けた場所に出たな。だけど休んでいる暇はないわ。この町を越えるわよ。ちょっと待て、ラムダ。向こうが騒がしいぞ。俺様に盾ついたことを後悔させてやる。私をただの女の子だと思わないでよね。あんたなんかすぐにやっつけてやるんだから。ちょっとクラレットさん、僕戦うのは苦手なんです。それにこんなところで戦ったら町の人に迷惑がかかりますよ。そんなこと言ったってあいつやる気よ。だったらせめて町の外でね。わかったわよ。おのれ、逃がすか。あれはカコンシス軍ね。冒険者と戦っているみたい。どう見てもカコンシス軍に絡まれているようにしか見えないな。どうだろう、ラムダ。あの二人を助けるというのは。無駄な戦いはしたくないけれど、カコンシス軍に打撃を与えておくのは後々悪くはないわ。よし、決まりだな。あの二人を助けよう。わかったわ。さて、どう動くか。あの人、まさか。どうしたんですか、クラレットさん。そんな。よし、行くぞ。そうだ。行くぜ。正面突破。他に選択肢はない。お？そうだ。できた。他に選択肢はない。マナレベル良好、いつでもいけるわ。やっぱり彼は。でも、どうして。クラレットさん。ごめんなさい、アルフレッド。私、ちょっと休養を思い出したから、ここでさよならね。そんな、クラレットさん。バカめ、この俺様から逃げられると思っているのか。行くぜ。
くぜ。勝負をつける時が来たな。正面突破。マナレベル良好、いつでもいけるわ。植物、私に力を。他に選択肢はない。みんな、俺に力を貸してくれ。他に選択肢はない。これだけ木々が多ければ馬は足が鈍るはず。なんとかその間に。ふん、甘いわ。ガキがそっちへ向かったぞ。挟み撃ちにするんだ。はっ、お任せください。行くぜ。そうだ行きましょう。そうだはい。まだ全開。他に選択肢はない。そうだ。信じれるか。行くぜ。信じれるか。みんな、俺に力を貸してくれ。他に選択肢はない。
まだ全開。それじゃね、間抜けな隊長さん。かくなる上は奴らだけでも血祭りにあげてやる。やってみろ。行きましょう。感じなさい。俺を信じれる。はい。俺を信じれるか。おい君。え？僕？そうだ、君だ。あの牙を倒せるのは君しかいない。我々に協力してくれないか。僕がですか？そんな。頼む。君の力が必要なんだ。わかりました。僕は戦い方がわからないので、あなた方が指示してください。ありがとう。貴様らも俺様に盾つくか。痛い目を見せてやる。行くぜ。勝負をつける時が来たな。もう私の番？聞いてきた。僕頑張るよ。くそ、この俺様が負けるとは。やったようだな。今のうちにここを通り抜けましょう。なんだよ。おかげで助かりました。あなたたちはこれからどうするんですか？聞いてどうするの？もしよろしければ途中まででもご一緒できないでしょうか？また今回みたいなことになったら僕だけの力じゃ。それは俺たちを雇いたいってことか。お金ならあります。だから。残念だけど私たちは傭兵ではないわ。そんな。いいじゃないか、ラムダ。俺たちだけで旅をするよりいいだろう。戦いの相性の件もあるしな。ここまで言うのなら止めないわ。ありがとうございます。僕
アルフレッドって言います。俺はシグマ。ラムだよ。少ないですけどお金です。足りない分は僕の家についてから。ただでいいさ。それじゃあ僕の気がすみません。せめてこれだけでも受け取ってください。それじゃ行きましょうか。この町を抜けるのか。そうよ。ここを迂回するとかなり遠回りになるわ。それでしたら急ぎましょう。おお、ランベルトよ、よく来てくれた。どうしたロックウェル、その程度の病で倒れるとは。おいたな。言ってくれるではないか。そういうお前だって以前のような瞳ではないぞ。以前はもっと自信を持った目をしていた。お互い年を取ったものだ。お前と冒険に明け暮れていたあの頃が恥ずかしいよ。そうだな。あれはまだ我々が結婚すらしていなかった頃だ。ああ、最後の冒険はもう30年近く前になる。今ではお互いいい息子が。すまないランベルト、お前の長男は。いや、気にしないでくれ。今さら悔やんだところでクリフォードが生き返るわけではない。もう過ぎたことなのだ。だがクリフォードに起きたことを考えるとわしも気が気ではない。いつ我が身に降りかかるか。心配するな、あれは偶然だ。事故だったのだ。そんなことを気にするくらいなら今は自分の病気を治すことを考えろ。父上、薬をお持ちしました。すまないな、アルビンス。久しぶりだな、アルビンス。お父上を助け、なかなかよくやっているようではないか。ランベルト様はお元気で何よりです。ランフォード様の活躍もよく聞いております。わしがこんなだからアルビンスには苦労をかけている。まったく親としての面目が立たぬわ。そういえばもう一人アルフレッド君を見かけないか。弟は父上の病気を治すため薬を探しに出ております。そうか、二人ともお父上のために頑張っているようだな。さて、病人に無理をさせてはいけないので私はそろそろ失礼するよ。すまぬな、ランベルトよ。何のもてなしもできず。気にするな。お前の病気が治ったらまた改めて来させてもらうよ。ランベルト。なんだ。いや、何でもない。そうか。